それしかないわな。ほんまに。すごいな、なんか煙が、煙じゃない、埃が舞ってる。扉は固く閉ざされている。門がかかっているようだ。かんぬき、あ、かんぬき、あれでかんぬきって言うもんや。絶対やね、門がかかるってなんやろうと思った。かんぬきって何？え、こんな木の。あーね。あ、誰かおるで。絶対そいつ近づいてはいけません。これがお姫様ちゃう？バイバイ。え、逃げたし。中に恐れてんのかな。姫様への手紙、姫君への手紙。奥方が姫君に書き残した手紙、何度も読み返した跡がある。ほう。それ置いてっちゃったのね。愛しい綾子でいいんかな。綾子へ。屋敷はもう危ういゆえ薬師堂へ行ってみることにします。あちらが安全だと分かったら迎えに来るので、合図の鈴を鳴らすまでは決して扉を開けてはなりませんよ。もし10日経っても戻らぬようなら、基盤かな、基盤と釘を集めて薬師堂まで来るようになさい。集めなあかんねんな。じゃあそれを。あ、ありがとうございます。おー、何してたんやろこのとこで。鈴か基盤が必要なの。ひな人形がある。誰かが遊んでいたのだろうか。姫一人で遊んでいたんちゃう。寂しかったやろうね。うん、ぼっちでな、こう両端からパーって。ふふ。お、なんか光ってた気がした。見せて。気のせいか。もう絶対か、もう絶対よ。絶対か。なんか絶対おるから。じゃあ戻るか。よし、行こう。通路を遮るように。これなんて読むの。貴重、貴重が立てられている。大丈夫。ってことは行くなってことか。行かれへんの。見たらな。よし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 。もうただか。何？うるさ。うるさくない、真面目やね。けるで。戻っちゃった。次屋敷。ああ。戻っちゃった感じやな。せやね。え、なんか今光ってへんかった？光りちゃう。ああ、明かり。ああ、そうやね。あ、うん、いいわ。ちょっとロードが続くんがね、このゲームの特徴かな。あ、通られへん。え、じゃあそっちの奥行かれへんかったん。あんたが行くな言うてん。じゃあこっちの奥。うん、だからそこや。うん、行かれへんかったやん。あ、そうな。こっちです。探検。え、結局田中が言ってた、それは何もなかったよな。何もなかったと思う。うん、何もない。ってことは何かヒントがあんねんな。あ、そっちがあるんか。うちはあるな。じゃあ次そっちか。あ、もう積み上げられた調度が邪魔で先に進めない。よし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 じゃないよ。よしさあ、謎を解かなかねえな。気がする。ヒャオーみたいな。マジ？そう、行って。わかんない。でもどこでか分からへんから、わけにしない。Thank you.
ょっと探しましょうか。あ、操作は私になるんで、ちょっと走ります。走っちゃいます。どうぞ。ありがとう。怖いことはしないでよ。わあ、怖いこと大丈夫、ビビらない。痛い。じゃ痛いことしとくわ。いや、どっかになんかヒントがあったもんねんけどな。田中いじめちゃや。田中うるさい。お前うるさい。うわー、はいはい、左遷左遷。めっちゃ息切れとるやん。走ってたらこうなるんよ、ちょっと。戻れ戻れ戻れ。オッケー。まあ大丈夫。ほんまに？うん。ドクドク言ってたけど。敵があったわけでもないやろ。あ、ここ行けるやん。ほんま。ほい。ほい。いや、もう、もう、もう。姫様、どんだけ同じ着物を着るんだい？いや、大丈夫。あれ、走ってへんから、めまい起きてへん。なんか、危ないやつがおるな。どんだけ怖いねん、田中。あいつやん。いや、なんかあったやん。いや、そこの、机にはね。ちょっと、田中泣きそうよ。え、もう入らない。大丈夫。奥奥奥に行ってから曲がったらいい。行っちゃうの？戦闘なるかもしれんから。戦闘？いやガやないか。穴のぞけるんちゃう？覗かないと。壁の穴をのぞいてみた。はい。あれがお姫様だね。かわいい。え？お姫様、後ろ、お姫様。ダメだね。え、もうちょっと見えひんの？え、見なあかんの？あ、バット押した。バット？しかもお姉さんは。向こう側から塞がれているようだ。肌がやばい。あ、これ向こう側やな。ほんまや。これなんだ、扉開くんちゃう？なんかもう。どんだけや。どんだけ怖いのかな。本当にもう。扉めっちゃあるな。なんか書かれてる。この封は解いてはならぬ。この先にはやつがおる。やつはガキなどとは違う。強いってことやね。もう解いたあかんで。でも大丈夫、最強装備があるから。絶対解いたあかんで。解かな始まらへんやろ。せやけど。あら、女性のものらしい小さな棚が置かれている。女房やな。うん。じゃあどうぞ。はい。女の人やから。やなやな、鬼が出ると言うて姫君には泣いておられる。部屋のうちに閉じこもり、戸を押さえて泣いておられる。部屋にこもり、音を立てず息を潜めておれば鬼に気づかれずに済むと考えておられるようだ。奥方様が北の隊から持っていらした銅の鈴を鳴らした時だけは姫君も扉を開けてくださる。ひな人形のように可愛らしい姫君。姫君だけは必ずお守りせねばと我らのお坊主は皆そう心に決めておる。可愛いよな、確かに。あかん。はい。あかん。田中がうるさいけど。大丈夫、最強装備がある。
丈夫大丈夫、もう一回、よし次行こう。もう一回、あー、いや、そして R1 回復 OK、 ありがとうございます。潰せ、いやもう血が出てるから無理、死んでる、うん、ビビらしさ、お詫びに死ねえってなるわ。二の封印ね、でそれが何の封印、三の封印、誰かおるんか思った。扉は開かない、なんかおるで、向こう。おる？見えんかった？誰か歩いてるように見えてんけど、気のせいか。知らん。もう見てなかった。あ、そう。え、誰か歩いてる思ったね。こっち来てないの？気のせいか。近い近い近い。おお、すぐやれんな。おお。もう田中がおもろい。田中面白くない。あ、さっきの向こう側じゃない？せやな、多分まだ見てへんとこあるからな。うん、早くヒントが欲しいね、あの。どんだけやねん、あんた。あ、火が燃えておられる。あったかそうやね。あら？これ内側か、あの。うん。気づかない。なんもなかった思うたんに。その奥になんかあるんじゃないかい？どうぞ。行かないの？行かないの？いや、こっちなんかあるんかなーとか。あー。うん、行き止めでした。行き止め。めっちゃ食ってんなやつ。いつまで食うてんやろ、あいつ。どうじゃ。どっかから持ってきたやつかな。あんなとこなかったやろ。そこにおったよな、人。あ、おった、うん。え、もうあかんて。どっから行こう、迷う。あ。あ、ありがとうございます。うん、うん、うん。どうした？どうした田中？いつ出てくんのかなって心構えしとかなあかんやん。田中やってみる？やらへん。そんな必死にあのやつか見とかんでええの？もうなんか絶対おる、もう絶対おるな。絶対なんかおる。さっきこっちが行ってみようか。いや、どっちにしろおる。いや、でもこっちはいなさそう。あ、いけない。いけない、ね。せやな。よろしい。よし、行こっか。行くしかない。なぜ？いや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 、なんで新しい道を開けるし。あら、書物があるやん。ほら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 。ほらほら。松葉職の書。うわ、なんか、橋が。食いちぎられてる。山に伏せていた三両丸が封を解くのを見た。三両丸は己の吐いた血管？血胆？血胆を扉の封にこすりつけていた。気持ち悪いな。そうか、封をしたのはあやつだ。あやつの血があればきっと屋敷より逃れることはできるはず。ほう、隙を見てあやつの血を手に入れてくれるわ。うん、早進み。あ、気持ち悪い。あ、いいね、虫はいい。虫はダメ。虫は全然いいよ。なんもない。虫はほんまあかんよ。でもおらんじゃない、ないかな。で、おった、芝居てたわ、うち。誰をやね。なんか、誰かを。さあ、行こう行こう。うわぁ、めっちゃ血に染まってんな。すごい。いや、いや、いや。
さっきの三両丸ってやつかな。うるさい。せあ、そっちは開けられへんの？こっち。あの赤く染まった襖みたいな。何っぽい。何か。どんだけやねんお前。大丈夫、また平気。あ、そう。またいける。ギリギリ。しかもギリギリか。もう早く封印一つでも解けたらええねんけどね。うん、大丈夫よ。泣くときはガチで泣くから。泣かんとってな、めんどくさいから。いや無理やと思う。そんな言わないで、そんな言葉に見せないで田中を。ほらそんな怖い？それこれ夜帰れるかなって不安やね。そんな無理やったっけ。ほらまだ食ってんでこいつ。よくな。もう走っていいかな。あ、気づきよった。ありがとう。おいで、おいで、ほらおいで、ほらおいで。気になってたしな。でさ、あそこまでさ、おられてのさ。よしよしよし。もう、抱きつくなって、どんだけ好きやからって。そうよ。胸にうずめていいのは私だけよ。ありがとう。でい。あ、まだやってんな。いいわね。それはいいわ。あ、ここ取れ乗ってる。あ、ほんまや。あいつが抜けてくれてありがとう。うん。せやけど、もう見てへんとこ、なかったっけ？だいたい終わってると思う。あの、封印されてた扉の、こっち側は？開いてるか開いてへんか見た？入って、右行って。あー、行かれへんかった。行かれへんかったか。あの、危険なものがおるって、あったとこに？行かれへんかったか。あれ、ほんなヒントないな。勘やの。え、勘でいけるかいな、あんな。まあ、田中にしとくか。ここカットするから大丈夫。別にいいけど。田中が思うように言ってみいや。田中な、もうネットで調べたらいいかなって思ってんね、あの星座の分。意味合いみたいな。調べるんだったら攻略になってまうやん。ほんまに。絶対 ヒントがどっかに落ちてんねん。そこまで進められれば。でもこっちの方だいぶ見たよな。見てる。せやな。どっちかやったらその屋敷の中やわな。いや、なんやったら。おい、田中。はい。攻略を見ようとするんじゃないよ。攻略を見ようとしてるんじゃなくて、星座について調べようとしている。いや、やめとけ。そんな暇あるんだったら見ろ。見ろ。見ろ。え、もう、だってビビるところは逃亡終わったし。わからへんで。なあ。大丈夫。田中、音だけでもビビるから。そういう問題じゃね。あ、食べた、うん、いや、私いいわ。好きじゃないなんだ。もしまろう。あ、はぁ、うん。甘いの好きなくせに。なんか焼いてたらまだいけんねんけど、まあまあ無理。好き嫌い多いの。そうやね、好き嫌い多いね。ごめんな。扉は開かない。はい、ええよ、田中も多いから。それのこっち、こっち、うん、それこう、こう、ほら、開いた。あ、見たやん。見たか。見た。おかみさんやん。女房のあれか。うん。どん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 。あ、それ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 。これ？これって入ってきた扉じゃん。うん。あ、そう。なら、ちょっと。あ、でも手前側行っても何もなかったもんな。てか、うん。うん、いや、もう。鈴つけなあかんねやな。そういうか、姫様のいるとこ行ってみる。ああ、そやね。いいと思う。
よくないと思う。いいと思う。いいよね、言っちゃって。もしかしたらおるかもしれへん。まだ姫様が先、いや扉が開いてるかもしれんという。開いてへんか。スズランって一体どこにあんのやろ、うん、開かない。開かへんか。ん？ん？これひな人形やしな。じゃあさ壁沿い行ってみて。奥っち戻って。壁沿いってか壁の裏じゃない。嘘、ドクドク言ってたやつやろ。ほらドクドク言ってる。多分奥なんかおるん、奥になんかおるんやろうな。走ったらいいんかな。走ったら、あーそっか、あのめまい起きるで。それはめんどくさいな。いや、やめとこう。そっからもう進めるようになってんやな確か。うん、こっち側行かれへん。あかん、ヒントがない。ねえ。まあでも私もこんなことになったの覚えてる自分で。こっちは無理やしな。あ、戻っちゃった。戻っちゃった。あんで、まあ。田中はだいぶ落ち着いてきた。よかったね。よかった。でも今ムタ迷子やで。ムタさん迷子プギャー、プギャー。どこどこやろうな。でもこの屋敷の仕掛けやねんから、この屋敷内にあると思わん。うん、とりあえずさ、はい、泉のやつをどうにか解決したらわかるかもよ。泉のやつだから行かれへんねん。そうか。なんか一気にラストにバーンって全部解決できそうな気がしないでもないけどね、これ。もうほんま、こういう雰囲気嫌い。多分仕掛け動かせば、鈴とか盾に入る気がする。あイメージ的に。開かない。抜けばいいのに。ほんまに。ほんまに。はーい。はーい。なんあ、おったおったおった。すみや、すんだすんだ。ね、姉様、姉様。お待ちになって。お待ちになって。姉様でももうゾンビ化してる。怖い。ていうか見られた時一番怖かった。なあ。あれ絶対幽霊なってるよな。幽霊ではないな。何？ゾンビ？ゾンビというか、この妖怪って言った方が正しいから。お姉さんが妖怪とは言ってへんで。うん。これ出てくるのが妖怪いじめてるって。うん、幽霊とか言うより。多分でも大腕も合ってると思うね。どっち？かんやろ。こっちは。まだ行かれへんか。うん、お姉さま。めっちゃ喉鳴る。こっち？どっち？そっちなんか仕掛けあるとこやろ。うん。もっと外じゃ。おるわけないよな。